こんにちは。なんかね、うまそうなもの見つけました。新発売、和の卵サンド煮卵。なんかありそうでなかった、煮卵のサンド。卵のねサンドって美味しいですよね。はい、煮卵がつくとどんな感じになるか。和風でしょ。いただきます。ファミマですね。いい感じです。いただきます。うん、煮卵よりもこの周りの卵が結構いい味出してて、そっちに引っ張られてますね。うん、うまっ。なんか煮卵の味があんまり分かんないかも。煮卵の方だけ。うん、うわ、黄身のコクがすごい。うん、やっぱ改めて思ったのは、卵同士なんてそんな味変わらないですね。まあ変化はありますよ。卵そうですよね。まあ味付けどっちもね捨てるから、言うてもそんな分かんないですね。まあアクセントで多少だっていいかもだけど、まあ卵好きにはたまんないじゃないですかね。うまいですよ。うん、あ、煮卵だとこうなるんだっていう新鮮味はないですね。あまり、まあ予想内、普通に美味しいかなと。うん、うまっ。いや、ほんと味がすごい濃い。なんかね、うまかった。ごちそうさまです。トンビがねここら辺、多分トンビ飛んでるんだけど、ちょっと小さめで白いトンビがいたんですよ。白いトンビって子供なのかな。なんか同じような飛び方してるんだけど、なんかまだおぼつかない感じで、調べてみたらわかるかな。トンビ子供、トンビ子供、画像。そんな真っ白じゃないような気もするな。なんかね、じゃあ違うのかな。あじゃあ違うのかも。かなりね下から見たら白かったですよ、羽の下が。でも白いのもいいな。種類が違うのかな。小ぶりでね、羽の幅があまりなかった。まあうまく撮れたらあのネイチャーチャンネルのスクラバチャンネルに出すかも。いや本当今の時期ね、鳥がたくさんでねいいんですよね。はい、というわけで煮卵サンドうまかったけど、まあおーっていうのはなかったけども、普通に美味しかったなっていう感じでした。最後までご視聴ありがとうございました。